武漢の病院に入院する104歳の女性です。元気そうにヨーグルトを口にしています。新型コロナウイルスに感染していましたが、12日間で退院することができました。中国の国家衛生当局は最も多くの感染者を出した武漢で、これまでに7人の100歳を超える高齢者が退院したと発表しました。最高齢は108歳です。